ゲットして。おもろそうやな。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてやる。ああ、ええで。そう簡単に。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャージャックマン。ジンジャージャックマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマーゴロー VERSUS ゴロー、マジマー。さあ、時間無制限、ルールなし、レディー。試合にも期待がかかります。それ患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト、ザッタキリヒト、マジマゴロ、レディファイト。まさかの展開に会場は興奮のるつもと化しています。
かし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、レッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし、 It's showtime。 久しぶりや。どや、今度からちょいちょいリング温めてくれんか。金は俺は高いで。いややな。おく。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたに約束は守って。分かっとる。
い川の底に穴いなもんがあるとはな。汚いもんがいろいろ隠してくるとに、水底なんか見えん方がええ。あ？みんなが汚い現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん、昔この川に女子高生の死体が上がってな、かわいそうに。ガイシャは片親でな、せやけど必死の捜査も虚しく、はい、むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられん。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ、親父さんが？じゃあ、殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。外道に生まれついた人間には外道にしかできん役割があるのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してるけど、お前の方の準備はできとるんか？ああ、もう大丈夫や。よっしゃ、ほな行こうか。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか？気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。こらこらこら。
真島君やないか。どないしたん。万引きでもしたんか。お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で腕ん中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠さらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何もんや。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客やん。ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。どうないなっとんねん、ここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんとこそうちゃうか。あ、せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと。拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれ巻いてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしくはかんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとあじごっつい期待してしまうで。真島君、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。
望み通りとことんしばき倒したら。ゾクゾクする。さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えて最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中の集団。日教連？東上界の直系組織や。東上界直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル？数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしやマコトちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が二つもマコト狙っとる？二つ？俺に誠を殺すように命令出したのは島の親父。島の中東東上界の島のか。なあ、セラも島のも東上界。ほんなら東上界ついでや、わしも教えたる。ああ、わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東上界の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島の組、ほんで堂島組、三つ全部東上界や。一体どういうことや。なんでやろな、
まあ、登場会の内輪揉めなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるよ。無理や。あ？真島君が強いはよう分かった。じゃけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。登場会の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもじゃあ殺しやなくて柄を押さえて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を恨みってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとく。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園。まあ、いや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。湧き合って蒼天堀の外あんまり行かれへんの。でなんや、その椿園中。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えてる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さてほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おいおまるさん、出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。
逃げや。西谷。なやねんな。おちゃお前。リリケンさんには用してもろたんですがね、娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。ハンタラ殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。こら、あかん感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。まこと地女生かした責任きっちり取ったらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。お疲れ、真島ちゃん。さよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。
檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとこや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は、に誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連、大門は隠しとるが、東条会の直系組織。東条会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東条会や、堂島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだ。いろいろや。うん。で、東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。え？行ってみりゃ分かるって。それじゃあ早速行くとするか。ね？なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか？いねえだろ？お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。分かった？